大塩は、新朝の医師で、温熱性疾患研究の重要な代表人物です。別名は、防衛。石膏省公衆府会、寧州の出身。大塩は、公衆に住んでいた。一生は医者さんとしていろいろな難病を治り、貴重な経験も集めた。主な代表作品は、格乱論、温熱経緯、随記、飲食婦など。また、中国落葉市では、 大使を集む元堂の漢方医博物館が世界によく知られた。展示面積200平方メートル、あそこで100件以上の漢方用具が収蔵した。また、漢方医の古典書籍も1000冊以上収蔵した。中国漢方医の研究、開発、展示などを一体に展示された。博物館は近代化の展示設備及び、展示方法を採用したので、来館の皆さんへ、 中国漢方薬の魅力も詳しく展示することがある。洛陽市の政府は中国の皆さん及び世界の人々に漢方薬の文化と魅力をよく知らせるために休日を除くどんな時でも無料で入館できる。興味がある方は河南省洛陽市洛龍区関林病、関清市七77号へどうぞ。大塩の主な功績は新潮のではトゥレット。 チック症候群にかかった子供たちの慢性病が爆発的に蔓延し始めた。皇室の子供たちもトゥレット、チック症という病に込まれた。その時、王塩は自分の経験と知恵、及び伝統的な漢方工芸を合わせて、個人の調子に合う漢方配合を開発された。すべて完全に治りました。その後、王塩は中国でよく知られた。トゥレット、 チック症の漢方配合も現在まで落葉誌に存在、当地の政府に公表を受けた。ありがとうございます。